まあ、あと変わり種っちゃあとこの辺なんですけどね、はい、このミルキーとかのお線香、これもお線香なんですよ、これ。え？いちごミルクのお線香なんです。すごい。いちごミルクの匂いがめっちゃします、これ。これ日本製です。ええですか、これすごいです。このアメちゃん。あ、まあそうでしょう、ね。ミルキー。これあの一応亀山さんから出してるやつ。はい、へえ。ね、これも面白い。サクマドロップスの線香ってどういうことでしょう。これもね、これ分かれてるんですよ、これも。これ可愛いでしょ。もう、ね、お仏壇にお線香あげるときに自分の好きな香りのもので。そうそう、それでいいと思います。ね、ありがとうございます。個人の鉱物シリーズ、これはね、これろうそくなってるんですよ、中で、であの亡くなった方が好きやったものをお供えするという意味で、はい、こういうのを仏壇とかお墓にね置いていただくという、はい、これも亀山全部亀山、亀山、これお寿司のも亀山です。亀山さん、はい、こういうこともされてるんですね。そうそう、されてるんです、はい、ろうそくのイメージが、そうなんですよ、うん、線香、ね、これも面白いですよ、ね、へー、はい、